3、おっと、ちょっとピンチになってきたぞ。宮田。おー、決められた。選手点奪われました。なかなかゴール決められないところに、先に点奪われた感じですね。お、チャンス。さあ、これは緑、なんで外すんだ。今のはちょっとやっぱり無理があっても決めてほしかった。お、早くも疲れが溜まってきてますね。これは。中断は大事なんで、しっかりもう早めに変えていきたいところです。美穂。緑から窓か。反対サイド。美穂。さあ、これは決めてほしい。同点。今度は緑がしっかり決めました。ふわっと上げて緑がヘディング。決めてくれました。はい、これで前半終了です。残り1枠のところは萌がちょっと疲れてるが、かなり変えましょう。これでいきなり交代枠を使い切って後半ってことですね。反対サイド。おっと、いきなり、かなり速攻で決められた。ここは乗り切りました。チャンス。オフサイドですね。キーパー、相手方キーパー、ヤスバース。お、いいですね、緑。緑、3位抜けていきます。そこをくるみが出して、決勝点ですかね。勝ち越し点。ツイントップが、しっかり前進して決めました。ここですね。うまいパス、くるみ。キーパーに当たったとこを跳ね返ったところをリバウンドをしっかり緑が決めました。さあ、あと30分です。おっと。エルダード欧州の疲れは結構溜まってますね。もっとも選手交代させることもできますからね。おっと、これは3点目欲しいがね。ちょっとマンフレディ、スピードが落ちてきている。全体的にはエルダード欧州の方が疲れが溜まっている感じはあります。こちらも疲れは溜まってきたけれども。なかなか買えないですね。どうしたものか。さあ、チャンス、緑が左だ。こねる。ここは落ち着いてボールをキープしてほしい。2歩。逆サイド7個。くるみ大きな3点目。完全にいい流れですよね。お、ノンホイッスルか。まどかから緑が待っていたが、オーバーヘッドキック。これは決まらない。お、まだ。試合終了です。3対1の勝利。これですね、冒頭ですね、チャンスを2回も逃してしまいます。あ、こちら、そしてだんだんと押されていくようになりまして、このコーナーキックを橋場に決められてしまいます。明らかにやばい流れでしたよね。これですよ、さらに。これは決めてほしかったんだが、左にそれる。完全に嫌な流れになったのは確かです。ここは救われた。さあ、その流れを、断ち切り始めたこの緑。自分で。リカバーする。これですよ。うまいですね。さあ、1対1で後半です。これもやばかった。バイロンのパッとしなかったらよかった。これですよね。前々行って、しっかり2人で、フォワード2人で決めました。この前進力、突破力ですよね。2対1、勝ち越しです。バイロン、ここも危なかった。と、これは厳しいかな。マークは厳しかった。さあ、そして決定的な3点目入ります。7個のクロス、緑がくるみか、しっかり決めました。うん。さつきが上げて、これで試合終了となります。お、ボール支配率6割以上あるんですね。これは素晴らしい。大きいです。はい、というわけで、まず、開幕戦1勝を挙げることができました。白星スタートですね。はい、というわけで、順位は2位ですか。まあ、勝ち点差で2位ということですよね。しっかり決めて、しっかり、幸先のいいスタートを切れたと思います。次回はですね、5位って書いてますが、まあ、これ、6位までは1勝0敗ですからね、そんなに変わらないです。浅草サンダーボルトです。どんなチームかというと、N2、2位で上がってきたんですが、昨年、いきなり 5位と上位に入ってきました。まあ、まずまず強いチームだと思います。トリノのワントップ。キーパー、帰京もなかなかしっかりしているというチームですね。うん、10選手いないですね、おそらく。はい、というわけで、クラワカリバーズ、しっかり、勝ちましたので、この勢いを逃さず、11年目も優勝目指して頑張りたいと思います。去年はジャパンカップ2回戦負けだったので、ジャパンカップを取りたいですね。はい。開幕戦以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。